今日サバ俺2年やろうか。2年やめて。はぁ、サバ、大きいやつ2年やろうか。それは小さいやつやめて、大きいやつ2年やろうか。いいか、これ作れよ。あ、誰だ、中入れたのはもう。もうちょっと押してください。はい、嫌いすぎないな。はい、はい、半分怒っとる。うん、何で怒っとるよ。うるさすぎるから、うるさすぎるから、うん、揺れてるわ。のとかここまで来るの相当でかいじゃん。揺れたよ、ガス揺れたよ。勝ったやつだもん。あ、本当大丈夫。揺れたよ、大丈夫。じゃあ見舞いをしてるかなと思ったよ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、今年もよろしくお願いします。お願いします。今日はいつも通り4時頃来ました。休んでないんですか、年末年始。あの27が休んで、うん、あとは7日まで休みなし。いやーすごい、うん、ありがとうございます。電話でごめんね。はい、今年もよろしく。クロックに寝ちゃって明けましておめでとうございます。今年もよろしく。よろしくお願いします。お母ともども喧嘩になるね。早く来ると喧嘩が取れたのに。すごかったんだよ。ちゃんとタツがおるね、タツが。タツ、うん、タツは手作りタツだよ。ほんとね、団子屋みっちゃんが、うん、お友達にた、お友達が作るみたいで、うん、頼んでもらうの、毎年、うん、だからあのトラさんもそうだしね、ネズミくんか、あれもそうだし、毎年。で、今年はお飾りもあるし。え、お飾り、これいつもなんだよ。いいね。うん、今年はなぜかしら。おはようございます。開けましたね。おめでとうございます。じいちゃん、おいでさ、昭和もじいじ聞こえたか。はい、聞こえた。で、昨日遅までやったんですか。うん、遅いのも騒ぎてない、11時頃までやって、朝2時からやってる。全然寝てない。全然寝てない。ちょっと横になっただけだ。もう朝っぱから、大空の注文があるもんね。ありがたいけど。もう OK。もう OK と、うん、それから、いろんな大道具。うん、じゃこれ、いつも通りのやつも作っとる。そう。これ、もう絶対、うちの看板ないね。うん、そしたら、正月早々から、僕は増減かな。何の喧嘩してた。うん、何だか欲しいですあんまり多いもんだね。すぐ忘れてた。喧嘩してないよ、忘れて。うん、もう年を食うとは耳が聞こえん口やかもしれないか。年末年始、お正月はずっとやるっていうのは昔からなんですか。昔から。俺はもうこの商売始めから正月やったことない。50年この商売、正月みたいにやったことないよ。正月は金儲けの時だと思った。サバの味噌に今年の初に。うん、初。
醤油持ってた。他そっち醤油持ってた？醤油？うん。醤油は持ってきてないよ。うん。もう空だったわ。いや、入ってたよ。確か私がやってた見てくるね。ない？これ乗っか。無理せずだな。本当。はいね。ああ本当に見てんだわ。はい。さすが。大根味だ。散歩行っとだね。散歩行きました。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。頭綺麗になりましたね。昨日、おばさんに買ってもらいました。そう。サム君、明けましておめでとう。サム君。サム君。サム君。おめでとうございます。新年だっていうの分かっとるんかな。お、よし。よし。よし。よし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 。明けましておめでとうございますわ。今年もよろしくわ。嬉しかった。明けましておめでとうわ。でも写真買う。余っとる。サム君のファンなんですか。結構もうここでお参りに来た時は絶対ここに来てサム君にはご挨拶してる感じです。あとはもうサム君とユキはもう大好きですね。もうあじゃあもう高神社さんに行かれたんですか。あもうお参りして、はい、でここで、うん、ここのサバの味噌煮が結構去年家族に大好評だったんで、今日は家族に持って買って帰るのと高の里の有名人にはちゃんとご挨拶したいといけない。そうなんだ。テサブよかったね。よかったね。よかったね。サブねいいね。時期も明けましたおめでとうございます。あれロシアンボー新茶はあのいいやつなかったもんね。煮魚にしたろうと思って。なかなか手に入らない。うちの市場じゃなかなか来ん。霜は結構あるらしいけどね。ね、まあ、年末年始上かも。ね、ギガムで出しちゃサバつぶで煮上げちゃうからね。この方がつやが出るサバが。はい、いらっしゃい。嬉しい。ありがとうございます。両手できてるの？4本ちょうだい。4本でいい。ありがとう。よく来る。890円。昨日も来たんだもんね。はい、どうも。ありがとう。ありがとうね。はい、大丈夫になります。俺もやってくれ。俺も保養してくれ。いいですよ。やどんどこい。どうかな。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ずっと犬もおるしさ、だから動物嫌いな人は
本当、サルちゃんもいい子なのにね。ちょっかりと早々と早々とゆきちゃんはどうやって食べよう。下ろしてください。大丈夫、はい、営業課長下ろしてください。ありがとうね。すいません、いただきます。はい、どうぞ。ねえ、これね、お母さん、ちょびもありがとうございます。はい、嬉しいね。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。かわいい。みんちゃんカメラに向かって今年もよろしく今年もよろしくお願いします。いつも出荷させてもらってるんですよ、ナスとか。あ、そうなんですか。あのこちらの本当によくしていただいて、優しいです皆さん。去年大変お世話になったもんで、もう本当にいい人たちですよ皆さん。いつも可愛がってくれる。寝ちゃいだよね、みんちゃん。今年もよろしくお願いします、はい、よろしくよろしくお願いします。大丈夫、はい、今兄さん火があるとやっぱりそう、違う、サラスマリア違うね。何でもやるんですね。うん、全部見とるだけじゃなくなるんだな。どこに行ってかも。ワインするかしら、やっぱり、うん、はい、今年最初の、あれだよ、二人でやる仕事、喧嘩もせずに。赤が入ると綺麗ですね。ね。母ちゃんの服と似てますね、色が今日。そうだね。この服ね、うん、一人の姉ちゃんからクリスマスプレゼント。あ、しのぶちゃんから。はい。おはよう。はいよ。おチラシ来たよ。ほら、チラシ来たよな。はい。あの返事な、半分怒っとる。ちょっと怒っとる。うん、なんで怒っとる。
あ、誰で別れたのはもう気悪いぞ。どうしたんすか。うるさすぎるから。うるさすぎるから。朝喧嘩したの。もう中も同じこと言うて。はい、よし。今日サバ置きやつ2年やろうか。T シャツやめて。はぁ、サバ置きやつ2年やろう。 T シャツやめて。何言ってるかから。サバ、サバ何？焼きサバ。はい、それを小さいやつやめて、置きやつ2年やろうか。いいか、これ作れよ。何を？ああ、ありがとう。おい、卵。もうちょっと押してください。はい、ええ、違法建築じゃねえだろ。そうこうな、うん、で、あれをノブさんも気をつけてな、それで。うざい。見せつける。いいよ、いいよ、はい、おいしそうだな。少し少しを。はい。しょっちゅうあるもんださ、あのリハビリとかマッサージの人が。そうだよ。みんな若いけどね。なんかや。そうだ。マッサージの人もとってやる。あ、あんた一緒になったら。だったっす。あんた一緒。だから立ち後ろ。ラインが入ったけど、お、飛び上がるか。お、嫌だ、違うか。ちょっとだけ雰囲気が上がろうかなと思って。お、よし、お、すごいね。なんで俺とここにあるんだろう。こういう格好してるの。いいな。でも、母ちゃんどうも、ずっとお正月ってこういう感じ、お店やってるんですか？うん、31日をいつもみたいにして、うん、で、私はしのぶちゃんとこ帰るでしょ、うん、私はまあ仕事やって、ホームレスして、うん、で、またお仕事。あ、もう何十年ぐらいこんな感じなの？お正月のお仕事するの。ずっとずっと。40年ぐらい、30年ぐらい。
8年だろ。ごめんね、お客さんおったね。ごめん、なんださ。うどん取りに来たんや。はい。影よな、影。じゃあ天ぷらのしたい。はい。自分のだ、絶対じゃないよ。はい。はい、うん。100円ね。ごめんね。はい、はい。ああ、ありがとう、ありがとう。ね、これ。じゃあ、もらうよ。はい。はい、ありがとう。ごめんね。いえいえいえ。はい、ありがとうございます。でもう一人は何だか、握り寿司です。じゃあこれだけね。はい、ドボンで、ドボンで、はい、ドボンです。こっちだった、こっちなんですよ。はい、ありがとうございます。なんで2番は、ですよ、大根2つ、うん、もあ、できますよ。食べよう、食べよう、あそこで、あ、はい、山を前が向こうにもあるけど、並んじゃった。歩け歩け、また歩けな。ありがとうございます。ありがとうございます。おばあちゃん、もっとカニが入ったらさ、食べてるよ。カニが入っとる。ありがとうございます。嬉しい。はいよ。わー、ほんとだ、カニ入ってる。美味しそう。すごい。ゆで卵を持ち帰るので、はいよ、ありがとうございます。これと、はい、あとね、あ、これまでのおかず、なんかしよう。あとね、この卵の半分。おいしそうって言っとらんて。はい、卵焼きだよ。食べんちゃう。すごい。650円、650円と、塩はいい。あとね、サバ味噌。サバ味噌何枚？サバ味噌1枚。あの煮えた生姜ください。煮えた生姜美味しいよね。うまい、ちょうど。油脂そびて。多分召し上がってる。これ、メニューは。よく見つけましたね、ここ。あ、見つけました。こうやって見つけたんですか。はい、近くの海鮮店。海鮮で。どうしたら。調べたら出てきて、ね、今日やってて。はい。めちゃくちゃ。雰囲気あってめっちゃいいです。味はの方が味めっちゃ美味しいです。美味しいですか。どっちうま。あとどうですか、お母さんの雰囲気とか。かわいい。タイムスリップしちゃったよ。なるほど。いや。ダチの保存会の方が来てますけど、そうそう、こちらの近く竹豊。あ、竹豊ですか。うん、まあ今日勇で役員をね回って、はい、それの会想定年じゃなくてよ、外で食う。あ、ほんこれでいいか。うん、おばさん元気でやな。ねえ、テレビもよ出るしねえ、なあ、どうか元気だでえわ。車もパンパン乗るしな、自動車も。タクシー3本でやる。見てな。はい、どうも。ありがとう。はい、どうも。これすごいでかいじゃない？え、これ。これ1個でいいの？これ。いいだよ。いいの？うん。えらいでかいじゃん。なんで自分でさせる？あとこんにゃく。こんにゃくあった。私のが入れると小さいのから入れるから。あ、そうか。大きいの入れた。あ、よー染みとるね。よー染みとる、よー染みとる。ありがとう。はい、スプーンとか、はい、ありがとう。はい、すいません。いいですかね。はい、はい、ありがとうございます。ばあちゃん、これ煮えとるよね。これ煮えとる。うん。色見りゃわ。はい、
ね。はい。ありがとうね。またね。ありがとう。ありがとうございました。楽しい喋っとる。はい、出しちゃい。はい、ラーメン。はい。はい、ありがとう。やったー。おー。はい。お待たせー。ゆきちゃん来た。ゆきちゃん来た。突然。ゆきちゃん来た。ゆきちゃん来た。あ、来たよと思ったら、ひょんと上がってきた。普通に座ってもらった。ねえ、土手飯の大根と卵にする。はい、大根の方。はい、どうせったのね。あとは大根。私は手皿もね、今作っとる。はい、すごい。うん、これもちゃね。ねえ、お待たせしました。なんか偶然こうなっちゃった。頼んだら。おいしい。おいしい。好きで。地元です。地元ですか。はい。なるほど。濃いのがいい。濃いのが好きなんですか。はい。あ、漬物も来た。自然と濃い味を欲してる。はい、ありがとう。はい、ありがとう。またやってください。ありがとう。ありがとう。はい、ごちそうさま。ありがとうございました。ありがとう。どうも。また、どうもありがとう。ありがとう。最初またお願いします、今年も。どうも、ごちそうさまです。ありがとう。おばちゃん、お疲れ様でした。疲れた。うん、疲れた。大将、ご飯食べないんですか。俺食べる。暇はない今。時間に追われちゃって俺。忙しい。うん。店終わってもね、注文が、注文の時間が4時までだもんね。あの、もうよくて美味しいよ、これ。揺れてるわ。能登からここまで来るの相当でかいじゃん。結構揺れとる。揺れとる。だいぶ揺れたわ、おばちゃん。揺れたよ、だいぶ揺れたよ。カッてやっとったもん。あ、本当。大丈夫、気持ち悪くない。気持ち悪くない。本当。
サボ君大丈夫だった？サボ君大丈夫だった？大将な揺れた中。揺れたよ。大丈夫？揺れたよ、大丈夫だよ。あ、こっちは必死だもん。うん。全然止まってへんよ。全然止まってへん。うん。止まるよね。ただ見栄えをする必要だなと思ったよ。はい、できたよ。はい。あー、終わった。ああ、申し訳ない。終わった。お疲れ様です。はい、お時間睡眠で、ありがとうございました。これでロケ作ったね、3オケ。うん。いい？いいな、全然大丈夫です。下持ってください、はい、これ渡しまきます。いや、いいよ、いいよ、ここ、ここに乗っけちゃうんだ。うん、うん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。お待たせしました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様です。どうもありがとうございます。今年も一年よろしくお願いします。頑張ります。夫婦ともどもお願いします。去年はでもえらい遠くからたくさん来てきたらしいですね。この間はハワイでしょ、うん、ロシアから来たでしょ、うん、台湾、うん、他のところは、まあ、九州はしょっちゅう来るね、うんうん、まあ、YouTube の力ってすごいわ、うん、世界中駆け回ったね俺、うん、本当にね。わざわざ来てくれて返信もあるでしょ、うんうんうん、でちゃんとみんな見沿ってくれて、うん、わざわざ会いに来てくれたよね。ついでかなんだわからんけどね、うん、あれはありがたいですよ。嬉しいよ、うんうん、すごく嬉しい。もう言葉わからないけどさ、うん、何するって喋るとさ、うん、うんって言ってね、うん、返事してくれるもん。本当に今年も本当によろしくお願いします。はい、お母ちゃんどうですか、疲れてませんか。え、今年も頑張ります。来たはおらんわじゃ困るもんね。お母さんなんて本当にみんな何、奥さんどこ行ったのって、俺がおらんと聞けへんだね、みんな。あ、みんなやっぱ母ちゃんに会いに行くの。そうそう、 YouTube 見てる人たちは、うん、YouTube 見てる人は、お俺だってあんた誰に会わされてって言われて、ずっと生きとるでねって言うから。喧嘩しながら、うん、今年もよろしくお願いします。お待ちしております。今年もよろしく待ってます。待ってる、やっぱり待ってるな。